船木正勝です、今回とうとう33周年本番とうとうやってきてしまいました。それで、現在その9月30日ですね、台風が、日本列島にこう入り北手の今九州にいるらしいんですけども、ちょうど12時半に、試合が始まりまして、それで終わるのが大体 2,3 時間後だとしてですね、ちょうどその台風が大阪に入ってくる瞬間に終わるか終わらないかぐらいになっていると思いますので、まあ、結構その辺は心配なんですけども、自分のその33周年、新設タイガーマスク1試合ですね、それから最後の33周年記念、3番勝負ですね、アキラ先輩とあと佐野先輩と最後 X ですね、これ初対決の相手になりますので、しっかりとその4試合しっかり戦い抜いて、自分のその33周年に、自分自身でですね、花を添えたいと思っています。勝利で、まあ今回台風で何人かその来れなくなった人もいるんですけども、逆にその台風になったというおかげでもあり、せいでもあり、おかげでなんか自分の心身ともに久しぶりにその緊張感というか、ピリピリした状態で、ここ2、3日過ごしてますので、もしかしたらその気を抜くなよという気持ちを思い起こさせるという、奮い立たせる、そういうその天からの33周年の自分に対してのプレゼントなんじゃないかな、そんなふうにも取ってますので、しっかりと、4試合乗り切って、でまた明日に、つなげたいと思います。よろしくお願いします。いよいよデビュー戦を迎えました、新設タイガーマスク。どうぞどうぞ。やっぱり最初にタイガーやって着地ですね、着地で足首をひねってしまって、ただいつもなんですけど試合中は全く痛みを感じないですね。だからだけどこう走ったりしようとするとちょっとこうぐにょっとなんか関節が外れそうな、そういう違和感があったんでどうしようかな、ただ折れてはないと、折れたらもう立てないですから、折れてないんでなんとか、もう二度と33周年ないですからね失敗は許せないんで、多少の怪我をしてでも動けたらレスラーは試合をしなければいけないっていうのもずっと身についてますんで、骨折してない限りはできると瞬間で判断しましたね。で最後の3試合はもう本当に燃え尽きるまで、そうですね、感慨深いんですけども、なんかそのまず台風が来たということでちゃんと開催できるのかなという心配が一つ、あとはこの初っ端で捻挫をして最後までやりきれるのかなっていうのが一つで、とにかくその必死にさせてくれました。今日はその環境が必死にさせてくれましたね。もう絶対ギブアップするもんか、絶対一本取らせない、隙も与えない、そんな感じで、すごくこっちは気合が入ってたっていうのを感じてもらえてたと思います。なので自分に負けないことですね、自分にその弱気にならない、自分に負けないで、その相手、自分に負けると相手にも負けちゃうんで、とにかく自分に負けない、くじけない、
ていう気持ちで最後までやり遂げる、どんな状態であっても最後までやり遂げるっていうのが今日の課題ですね。でとにかくちゃんと無事この33周年を終わらせて、皆さん無事に家に帰ったら終わりっていう形ですね。今日は本当に、本当1年越しですね、1年がかりで実現した33周年だったんですけども、いろんなその台風とか、まあ、自分の怪我とかいろんなアクシデントあったんですけども、無事終われて本当に良かったと思います。で当たり前に終わらないのがなんか自分らしいなと改めて感じてますので、これからもその普通の人生じゃない人生を歩んで、残り10年ですね、まずは還暦まで目指せ還暦で、明日からまた普通の生活に戻って、それで自分で戦いを作って、でまた相手を見つけて一つ一ついい思い出を、いい思い出、もう よくも悪くもいい思い出、人生のいい思い出を作って、それで目指せ還暦で進んでいきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。まずは寝ます。